アイナ様我が命にかけて、あなたをお守りしますノリス命を懸けるなどと、軽々しく言わないでください。共に戦いましょう。よう、アイナ俺の女にならんか一生面白おかしく暮らせるぞご冗談をここは戦場です場をわきまえてください なかなかカードは硬えな。面白みのねえ女だぜ。アイナ様あなたに戦場は似合いません軍を抜けてくださいごめんなさい、ノリス。私は、戦わなくてはならないのです。許してください。よう、アイナじゃねえか。 戦いなんてやめて、俺の女にならんか。なぜあなたはいつもそうなのです戦いの前ぐらい、真面目にしたらどうなんですしろ、ごめんなさい。あ、アイラあなたと戦うことになるなんて、ゆ、許してください。仕方がないんです。 いやあ,あ、まさか。けれど仕方がないんだ。許してくれ。避けてくれよ。味方同士で戦うなんて馬鹿げてやがる。俺だってあんたとは戦いたくないんだ。本気ですか。仲間同士でやるって言うんですね。仕方ありません。受けて立ちましょう。よ、あんた。アムロって言うんだろ 子供のくせにすげえ強えんだってな。子供扱いはやめてください。誰なんですか、あなたは。おいおい、このぐらいで怒るなよ。俺はリドウォルフ。敵からは踊る黒い死神って呼ばれてる。リドウォルフさんですかああ、よろしく頼む。俺てが、ワッシュ 分かっているな。いつも通り行くぞ。おう。俺たちのジェットストリームアタックがあれば、どんな敵も恐れるかとね黒い三連星のな、この戦場にとどかせてやろうぜ。俺たちが、マッシュジェットストリームアタックをかけるぞすいませんでした。僕がもっと、もっとガンダムを上手に使えれば、 マチルダさんは死なずに済んだんです。すいませんでした。うぬぼれるんじゃない、アムロ君。ガンダム一機の働きで、マチルダが助けられたり、戦争が勝てるなどというほど、甘いものではないんだぞ。でも。パイロットは、その時の戦いに全力を尽くして、後悔するような戦い方をしなければいいんだ。 人には、そのくらいしかできんのだ。カイさん、僕はあなたの全部が好きというわけじゃありません。でも、仲間じゃないですか。一緒に頑張りましょう。そういう言い方好きだぜ、アムロ。ま、仲良くやろうや。坊ややっと会えたわね。 クスコアアルカ。そうよ。かわいい坊やのために応援に来たのよ。坊や坊やと、僕を侮辱するな何を怒っているんだい坊や。私は坊やを大好きなのに。それが侮辱しているというんだ 力を感じる。誰よりも強い力を。まさか、あなたはニュータイプなんですかだったら教えてください。僕は何をすればいいんですかそれは私にもわかりません。しかし、答えを探すお手伝いぐらいはできるかもしれません。お願いします。 よ、ニュータイプとご同道できるなんて運がいいね。しっかり面倒見てよ。からかわないでください。頑張って、アムロ。あなたなら、できるわ。おだてないでください。まさか、アムロ君がどうしたわな。だが、最強の兵である君が一緒ならば心強い。 買いかぶりはやめてください。僕こそ、赤い水星のあなたが仲間でほっとしています。ふふ <laughs> 君は自分がいかに危険な人物かわかっていないらしい。あなたのような坊やが戦場に私の陰に隠れていなさい。あの、なんていうか、ご好意は嬉しいんですが、守ってもらう理由がありませんので。 君のことを、私が気に入ったからなんだけど。理由にならないかしらそ、そんな、からかわないでください。アムロ、君には負けない何を言ってるんだ。ハヤト、よろしくな。お前は兵器の性能を当てにしすぎる。 戦いはもっと有効に行うべきだ。な、何言ったな僕にはあなたが。ああ、憎んでくれていいよ。フラウ、なぜ君が戦いを私、アムロが戦ってくれなければ、とっくに死んでいたわ。恩返しがしたいの。 戦いは君には無理だよ。悔しいけど、僕は男なんだな。あなたが戦ってくれなければ、私たちはやられていたわ。ありがとう。あなたはエスパーかもしれない。そんな。頑張って。はい。 未来さんは何で戦っているんですか軍を辞めることもできるはずです。そうね。父の名前を使えば可能だわ。でも違うのよ。この戦いは人事ではない。そんな気がするのよ。おかしいかしら。そんなことはありません。立派な考えだと思います。あなたと、こういう風に会えてよかった。 ニュータイプ同士なら分かり合える。信じていてよかったわ。そうだね。ララーの言う通りだ。人はいつか分かり合える。僕たちと同じようにね。いい目をしているな、小僧。気に入ったぞ。子供扱いしないでください。僕だってパイロットです。 それだけはっきりものを言うとはな、ますます気に入ったよ。は、はい。だが、戦場で過信は禁物だ。頑張れよ。おい、アムロ飯はちゃんと食ってるのか食事は銃に弾を詰めるみたいなもんだ。兵士は食べたくなくても食べなきゃいけない。 はい。黒いモビルスーツ。一体誰が乗っているんだ黒い三連星なのかはぁ、あ、違う違う俺は黒い三連星じゃねえ踊る黒い死神、リードウォルフだ行くぜニュータイプカイさん僕はあなたの全部が好きというわけじゃありません でも仲間だったじゃないですか戦いなんてやめましょうそういう言い方好きだったぜ、アムロ。でも、今は戦わなきゃならないんだ。行くぜわかるかしら、かわいい坊や。あたし、クスコアル。クスコアルこの漢字は、ニュータイプだ 見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。来させるかフフフフ。<laughs> モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差でないことを教えてやるしゃーめ君ごとのニュータイプなら本当の敵が何者かわかるはずだ同志になれ アムロ君。正気かどうし本当の敵。ニュータイプなら分かり合えるということか。赤色のモビルスーツ、シャアじゃないのかま、間違いない奴だ奴が来たんださらにできるようになったなアムロじゃないかやめろ僕たち仲間だろ ジョブ・ジョンだってそんな名前僕は知らない嘘をつくんじゃないよう、ニュータイプ。まさかお前と戦わなきゃならないなんてな。手加減なんてするなよ。スレッガーさんやめましょう戦いなんてこんなの悲しすぎますおやめなさい私に恨みがあるわけではないでしょう 僕だってセイラさんと戦いたくないだけど、戦わなくちゃならないんですアムロ君には負けない負けられないんだバカなことはやめろ仲間だったじゃないかやめろ、ハヤトフラウなぜ君と戦わなきゃならないんだ違うの、アムロこの機械、どうやれば止まるの マチルダさん、やめてください僕は戦えません攻撃なんてできません戦場では、情けは無用です。できないのなら、こちらから攻撃します。し、白い機体どんな奴が乗っているんだほう、少しはやりそうだな。白狼の名にかけて負けるわけにはいかん。 本気で行くぞ未来さんなぜ僕らが戦わなきゃならないんです違うな、アムロ。私だってあなたと戦いたくないわでも仕方ないのよ。は、早、はい、はい、赤い色のモビルスーツシャアじゃないのかこいつは手強そうだ。だが、シンクの稲妻のスピードに、 ついて来られるかんこ、これは誰、誰誰だ誰が僕を見ているんだあなたには、力がありすぎるのよあなたを倒さねば、シャアが死ぬシャアそれがあなたの来るのが、遅すぎたのよ 遅すぎた。なぜあなたは今になって現れたのあなたと出会ったからってどうなるのどうにもならないわどうにもあ、あなたは、やっぱりお前は、この前の坊やかまさかな。時代が変わったようだな。坊やみたいのが、パイロットとはな やめるんアムロン俺がわからないのかわかっていますだけど、戦わなくちゃならないんですなんだ何が見えるんだなんで僕らが戦わなきゃならないんだこんなの悲しすぎるすごい !5 倍以上のエネルギーゲインがあるアレックスはだてじゃない なんだこの感覚はこれが、この機体の力なのか誰が乗っているんだ僕が一番、ガンダムをうまく使えるんだ一番うまく使えるんだラ、ララー人は変わってゆくわ。私たちと同じように。 そうだよ。ララの言う通りだ。アムロは本当に信じて信じるさ。君ともこうして分かり合えたんだ。人はいつか時間さえ支配することができるさ。アムロ、時が見える。見事だな。しかし坊主。 自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるだま、負けをしみよう。へん、仲間と戦うなんて正気の沙汰じゃねえけどよ。やられるわけにはいかねえ。まさかな、サイクロプス同士で戦わなきゃならないなんて。ほう。 いつぞやのパイロットか。まさか靴輪を並べることになろうとはな。だけど仲間になったわけじゃない戦いが終わったら、貴様を撃たせてもらうその心意気はよし。だが今は目の前の敵を戦かねばならん。そんなことでは生き延びることはできんぞああ、わかっているさ。絶対に生き延びてやる はあ、悲しいなあ。ここは戦場、むさ苦しい男ばっかりだ。おい、こかわいい子がいたら紹介しろ。し、知らないよ。そんな暇があったら整備を手伝えよ。へえへえ、聞いた俺が悪かったよ。人参も食べれない男が、女の子なんか知るわけないもんな。 なんで僕たちが戦わなければならないんですなぜなんです教えてください僕も、僕もパイロットだ心意気だけはよし。だが、私を相手にするには、君はまだ未熟ガトーガトー聞こえているだろうお前が忘れてもこの俺は忘れはしない いつぞやの男か貴様を逃すわけにはいかない気迫は十分。が、私の勝ち戦に花を添えるだけだキースどうしてなんだ僕たち友達だろ俺だってコートは戦いたくないんだよでも、でも仕方ないんだよ これが RX78。ガンダムのパワーなのか僕に制御できるのか人類初のモビルスーツ。MS-05 に、今僕は乗ってるんだ。夢なら覚めないでくれ。おい、ミケル。またラブレター書いてんのかどうせ振られるんだからやめとけっての。 エレドアさんだってカレンさんに相手にもされてないじゃないですか。なんだと思う殴られたいのか先に言ったのはそっちじゃないですかやめてくださいよ冗談だろ仲間と戦うなんて、俺にはできねえやめてくれダメだ。俺は、モビルスーツが苦手なんだ。ダメなんだよコックピット内ってのが。 ああボールなんてただの鉄の看護じゃないか出してくれまさかな。三連星同士で戦うことになるなんてな。だが、手加減はしねえ。本気で行くぜわかった勝っても負けても恨みっこなしだこっちも本気で行くぜな、 仲間同士でやるのかよけどよ、やらなければ俺がやられるやるしかないんだ <laughs> セーラさん、よろしく頼むぜ。俺はこんな戦争なんかで死にたくないんだからな。それでも男ですか軟弱者な、なんだってんだよお高く泊まりやがってそんな、不良みたいな口のきっかた、おやめなさい よう、はやとじゃねえか。なんだ、思い詰めたような顔してさ、もっと気楽に行こうぜ。すいませんね。僕はもともとこういう顔なんです。カイさんこそ、もっと真面目にしてください。おやめなさいあたしに恨みがあるわけではないでしょう相変わらずだな、セーラさん。でもよ、やめられねえんだ。仕方ねえんだよ タイさん、やめましょう僕たち仲良くやっていたじゃないですか俺だってお前とは戦いたくないでも戦わなきゃならないんだよすまない、ハヤトくそよりによって、仲間と戦わなきゃならないなんて。驚くろい死神、リドウウォルフだな。いきなりだが、三連星に入る気はないか はぁ、あ、俺に黒い三連星になれって言うのかあ、はあ、人手不足でな。好きな時にジェットストリームアタックはできんのだ。だが、なぜ俺なんだまさか、黒い機体に乗ってるからかいや、まあ、その。もういい。この話はなしだ。お前に頼るのはやめだ。 ズボシか。俺手が。すまん。理由は聞かないでくれ。わかった。理由は聞かん。だが、これで三連星は解散だな。マシュウ、すまん。戦わなきゃならない理由があるんだ。おう、理由は聞かないでやる。 だけどな、これで三連生は解散だ。多くの同胞を殺めた貴様を野放しにせねばならんとは。だが大義のため、過去は忘れよな、な、何なんだこの人は。すごいプレッシャーを感じる。これは、意志の力なのかどうしたのです どこかお加減でも。いや、この戦場で散っていった同胞のことを思うとな。カリウス、このままでいいのか私は、多くの犠牲の上に立っているではないかこの戦いは、まだ続きます。戦いが終わるには、まだ。 そうだな。私は、ただ、駆け抜けるだけのことだ。この戦いで、多くの同胞が散っていきました。ああ。だが散っていった同胞の魂は、我らの中に生きている。彼らの死を無駄にしないためにも、我々は勝たねばならんのだ。はい。 君とまた靴輪を並べることができるとは、共に戦おうではないか祖国の栄光のためにああ。お前と一緒なら心強い共に戦おうガートウじゃないか。これからは私が楽にさせてあげるよ。せいぜい自分の期待でも磨いておくんだね。シーマ、ま。 獅子心中の虫兵。たとえ上昇の者のふといえど、貴様の手など借りんすごいプレッシャーだけど、この感じはシャアじゃない。誰なんだ一体貴様に破れ、志半ばで散っていった、幾百の英霊のために、死をもって償ってもらうどうしたんだ 君と私は共に戦った同胞ではないかすまん、ガト俺は戦わなくてはならないんだ。遠慮しなくていい。本気で戦ってくれ。シーマ貴様は宇宙に光をもたらすものではない。私の手で撃ち滅ぼしてくれる言ってくれるね、ガトウ。尺に触るんだよ、あんたはさ お許し下さい。守らねばならぬあなたに、刃を向けねばならぬことを。同胞よ私の前に立ちふさがるのならば、容赦はしない許せ再びジオンの理想を掲げるために、ソロウンよ私は帰ってきたこの感じ。 君は一体誰なんだ神優、神優美男です。神優かわいい名前だね。女の子だったんだね。言ったな俺は男だ歯を食いしばれ修正してやるな、殴ったねああ、殴ったさわかるまで何度だって修正してやる 二度もぶった親父にだってぶたれたことないのにこの漢字はまるで、一体誰なんだ君はカミーユ、カミーユ美談です。カミーユまさか、女性だったとはな。言ったな俺は男だ歯を食いしばれ修正してやる ふっふっ。<laughs> 若さゆえの過ちか。俺はカミーユ。カミーユ美談だ。君にはわかるだろ。君が戦う必要なんてないんだ。カミーユか。優しい名前だね。あたしは、フォー・ムラサメ。君は操られているんだ。もう戦いなんてやめるんだ。いいね。 優しいのね。また会いたいな。な、なんだこの漢字、前から知っている気がする。君は一体誰なんだ神湯神湯美んだまさか、これほどの敵がいたなんて。この漢字はまるで、似ているア。アムロ・レイに。アムロ 違う俺はカミーユカミーユ美男だカミーユこんな敵がいたのかフォーフォーなんだねそこから出てくるんだ敵と戦えば記憶が戻るんだ私は記憶が欲しいの自分のことをもっと知りたい思い出なんて、これからいくらでも作れるじゃないかフォー戦っちゃいけない なら、敵になるのをやめてあたしに優しくしてよ錯覚じゃないプレッシャーを感じるなぜ、なぜあなたと戦わねばならないのですなんてこったこんな素人のガキが入ってくるなんて僕だって、サイクロプスの一員です。馬鹿にしないでください。 サイクロプスが相手か。嫌な敵が出てきまったぜ。ガルマ、協力しよう。君の手助けができて、こんな嬉しいことはない。助かる。君の力を得れば百人力だ。これで、キシリア姉さんにも実力を示すことができる。まさか、君と戦うことになろうとは。だが、まだ間に合う。 私が何とかする投稿するんだシャオだから坊やだというのだ。君はいい友人であったが、今は敵同士だということを忘れるな。この化け物は落ちろ落ちろエレドア怪我はないかああ。少し、ちびっちまったけどな。彼は。おかげでな。 助かった。よかった。お前に死なれちゃ、俺の人生プランが狂っちまう。えみんなを死なせるわけにはいかない俺がいると、みんな死ぬことになるんだ。自分のせいで仲間が死ぬなんて思うのはうぬぼれだって言うんだよお前、何様のつもりだなんてこった。 あんたとはやりたくないんだ投稿してくれ味方だったじゃないですかどうしてどうしてこんなことにキシリア姉さん、僕の戦いぶりをご覧になってください僕の実力が分かっていただけると思いますよまあ、そう生きり立つな。こう焦っては実力を出すことはできんぞ。 やはりな、言われてみれば父上の面影がある。気づかぬものだ。だってそうだろキャスバル大君とシャーアズナブル。違いすぎる。いつかこのような時が来るとは思っておりましたが、いざとなると怖いものです。手の震えが止まりません。私だってそうだ。 お前の筋を知ったときはさすがに笑ったよ。お笑いになった。そうだろうが。私は四歳頃のキャスバル坊やと遊んであげたこともあるのだよ。お忘れかいそのキャスバル坊やが赤い彗星のシャアだったなんて。腹が立つより可愛いじゃないか。ありがとうございます。 キシリア様。このマクベ、キシリア様のためなら、命など惜しくはありません。何なりとお申し付けください。その言葉に偽りはないだろうな。<laughs> そなたの忠誠、しかと見届けよう。私は、姉さんと戦いたくないんです。降伏してください。今なら、まだ間に合います。 甘いな、ガルマ。今更引くことなどできるわけがない。その程度のことがわからんのか。キャスバル坊やと戦うことになるなんて、呆れる前に笑ってしまうよ。そのキャスバル坊やにやられても、笑っていることができますかキシリア閣下。どうやらマクベ、お前が誓った忠説。 上辺だけのものだったようだな。違うのです、キシリア様。これには訳が。キシリア様が、シャアばかりを。えい、黙れ言い訳とはな、落ちたものだ。お兄様、夢の実現まで、私をお兄様の手足としてお使いください。 すまない、アイナ。ギニアス様、この命に代えても、あなたをお守りします。ノリス、迷惑をかける。久しぶりだな、ギニアス。相変わらず、高価なおもちゃを作ってるんだってな。おもちゃではないそう怒るなよ、天才。お前のおもちゃ一つで、体制が変わるわけでもあるまい。 戦争や風情が。兄さん、投稿してください。戦いは憎しみを生むだけです。アイナ、あの男に何を吹き込まれたのだアイナ粘膜が作り出す幻想に過ぎに、母様も、そうやって我らを捨てたのだ。だから、このような鉄の子宮が必要だったのね。 様分かったような口を聞くなノリスサハリン犬に使える貴様がなぜ、私に歯向かうのだ申し訳ありません誰かがギニア様を止めなければ、アイナ様が不幸になるそれだけは防がねばならないのです戦争や風情が、いい気になるなよ世の中を変えてきたのは科学者なのだ 私に立てつくつもりなら、ここで死んでもらうまでだ。相変わらずだな、天才。だけどよ、戦争屋に戦争で勝てるのか賢い頭で考えてきたんだろうな。これが、我が子アプサラスの力だ私の夢、受け取れガルマ。 こうを焦っては実力を出すことはできんぞ。お前もザビ家の人間、軽率は慎めよう。私だって、その程度のことは分かっています。兄上、心配は無用ですよ。兄上のやり方ではこの戦いに勝利を収めることなどできません。私は、私のやり方でやらせていただきます。 キシリアメ一体何を考えているのだま、好きにするがよかろう。ギレン閣下と共に戦えるとは、我が力、お役立てください。うん。気候の中節は承知している。ジオンの栄光のために力を貸してくれ。 兄貴と一緒だなんて嬉しい限りだ。こんな戦いさっさと終わらせて、宿杯でもあげたいもんだな。ドズル、焦るなよ。力押しだけで勝てるほど戦争は甘くない。肝に銘じておけ。貴様が連邦のニュータイプか。だが、いくら強かろうと。 一兵卒の力などを恐れる必要はあるまい。こ、これが敵こいつが本当に倒すべき相手なんだ私が、いつまでも兄さんや姉さんの後ろで戦っていると思わないでください面白い。後ろ盾のないお前の実力。いかほどのものか見定めてやろう。キシリア。 まさかお前と戦うことになるとはな。意外と兄上も甘いようで。そんなことでは私に勝つことはできませんな。赤い水星がジオンの忘れがたみだったとは。復讐かそれとも、それ以上のものを求めているのか 復讐などではない。ニュータイプはニュータイプとして生まれ出る道を作りたいだけだ。ディラーズ。まさかお前が敵とはな。なぜだ理由を申してみろ。閣下今、理由を明かすことはできません。しかし、これだけは信じてください。閣下に誓った忠誠。 嘘偽りではありません。兄貴、昔を思い出してくれ兄弟同士で戦うなんて馬鹿いている過去を思って見ても戦いには勝てんぞ。今さら話し合いでは解決せんよ。この漢字は誰なのわかるかしら私のこと。 なんてことだ。共に戦った同胞と戦わねばならんとは。まさかあなたと戦わなくてはならないなんて、許してください。仕方ないんです。ランバラル隊の仲間と戦わなくてはならないなんて、許してくれ。バーニー、あなた軍を辞めたんじゃなかったの クリスこそ、軍人だったなんて。でもよかった。ひょっとしたら、あなたと戦ってたかもしれないんですもの。そうだな。そんなこと想像するだけで、ゾッとしちまう。ある。俺は知らないぜ。なぜだかわからない。だけど、この敵とは戦ってはいけない。そんな気がする。 反応が早すぎて怖いくらい。こんな敏感な機体、実戦で使えるのなんだこれは、敵の意識、なのか。すまん。かつて同胞だった者と戦わねばならないとは。すまない、許してくれ。まさかお前と戦うことになるなんて。 虫田靴虫グツ,ムスタグツ俺の通信が聞こえないのか味方同士なんだぞ俺は死神じゃないんだ仲間と戦うことなんてできない投稿してくれ頼むサイドスリーでぬくぬくとうずくまるあんたらに、顎で扱われた恨みを受け取ってもらうよ覚悟しなあなたは優れたニュータイプだと聞いている。で、 私から何を感じるのかねいや、私はあなたのような方が好きです。お心は大きくお持ちいただけると、ジオンのために素晴らしいことだと思われますな。良い忠告として受け取っておこう。私はまた友人が増えたようだ。よろしく頼む。アルテーシア、お前に戦いは無理だ。 軍を抜けろ私は昔のアルテイシアではないわ私だって、父さんの望みを叶えるために戦いたいわかって、兄さんそうか。だが、お前を死なせるわけにはいかん私から離れるなよ赤い水星とご一緒できるとは。ま、せいぜい頑張って、足手まといにならないよう気をつけてくれ。 ご忠告はありがたく頂戴する。貴君もそうしてくれるとありがたい。赤い水星だな。貴公と一緒ならば、この戦い負けることはあるまい。私の方こそ、白老と一緒ならば心強い。よろしく頼む。赤い水星のシャアだな。俺は、あんたと機体の色が似ているせいで、よくあんたに間違えられるんだ。 お互い困るよな、まったくよ。いや、私は間違えられたことは一度もないが。そんなことはないだろう。よく思い出してくれよ、な。すまんが、やはり間違えられたことはないな。そ、そうか。今日から私は、 ララーの命令で動く。えそりゃそうだろう。ララーの方が優れているのだ。いえ、そんなことはありません。私が教えた以上にやってみせてくれた。自信を持つんだ。はい。歴戦の勇士のあなたと組むことになろうとは、いろいろ教えてくれるとありがたい。 赤い水星の噂は聞いている。こちらこそよろしく頼む。その面影はまさか、赤い水星がキャスバル様だったとは。今まで気がつかず失礼しました。いや、気にしないでくれ。キャスバルの名は捨てたのだ。それよりも、今まで通りシャア・アズナブルとして接してくれないか 何か目的が終わりなのですね。わかりました。このことは内密にしておきます。すまない。シャリアブル、私のため、いや、すべてのニュータイプのために、あなたの力が必要なのだ。私は、あなたのような方が好きです。しかし、あなたの元に行くわけにはいかないのです。 許してください。器用に立ち回ることのできぬ私のことを。いやあ、アルテイシア。まさか、ジオン軍に入っているなど、あの優しいキャスバル兄さんなら。軍から身を引いてくれないか、アルテイシア。兄さん、あなたは何を考えているの父の仇を討つ。嘘でしょ、兄さん。 私は、お前の知っているキャスバルではない。シャア・アズナブルだ。過去を捨てた男だ。軍から抜けろいいなあ兄さんキャスバル兄さんアルテシア軍を抜けろと言ったはずだ兄さんこそ、父さんの仇討ちをすると言って、私から離れたのに。 軍人となって、地球連邦の敵になって、筋違いじゃないんですか前から、貴様のことが気に食わなかったが、今は敵同士だ。遠慮しないで行くぞ。付け焼き場の貴様に何ができるというのだ。私の方こそ遠慮はせんぞさあ、貴公と戦うことになるとはな。 だが、無人として、これに勝る喜びはない。うん。白狼が相手なら、手加減の必要はあるまい。全力でやらせてもらおう。赤い水星のシャア。お前とは、一度戦ってみたいと思っていた。シンクの稲妻、ジョニー・ライデンか。相手にとって不足はない。行くぞ ほう、赤い水星か。一度は戦ってみたいと思っていたが、まさか機械が巡ってくるとはな。青き巨星か。相手にとって不足はない。本気でやらせてもらうぞ。引けララララとは戦いたくない頼む私だって戦いたくありませんでも、どうにもならないんです どうにもララ誰だこのプレッシャーはまるでこれがガンダムか。意外にしっくりとくる。悪くない。見えるぞ。私にも敵が見えるお前に戦いは似合わない軍から抜けろアルテイシア いいなあ兄さんキャスバル兄さん富士急の偏見官長はあ、アダム、何言ってるんだあ、えー、っと、ふ、富士急の偏見官長は元気なんですかね確か、ウェーブに振られて落ち込んでるって言ってたな。 はあ,あ、あの人も懲りてませんね。まあ、ほっときましょう。僕だって辛いんですこんな戦いは間違っていますけれど今は、今は許してくださいなぜだなぜこの私が、貴様のような薄汚いスペースノイドと共に戦わなくてはならないのだお前は確か、ジャミトフと言ったな。 地球にしがみつく愚民どもを先導するくだらん男だと記憶しているが。貴様もただのスペースノイドだったようだな。いずれは排除せねばならんようだ。ふふふ。いい気になるなよ。この戦いが終わったら叩き潰してやる。この欠板をお受け取りください。あなたへの忠誠の証です。 医薬した時には、私の命を差し上げます。気候、どういうつもりだ何を企んでおる私はそんな大それた人間ではありません。永遠の忠誠を誓います。しかし、ヨステビトのような暮らしをしていながら、この素早い行動力、パプテマスシロッコ、危険かもしれん。 薄汚いスペースノイドが、なぜこのようなところにいるのだ聞こう。我らを愚弄するつもりか。ことと次第によっては許さんぞ。本当のことを言ったまでだ。この私がスペースノイドごときに協力するとでも思っていたのか哀れ。志を持たぬ者と同じ旗を仰ごうとした。 我が身の不覚であった。バスクか。貴様には、私の守りについてもらう。自信がないようですな。そうではない。私には使命があるのだ。簡単に死ぬわけにはいかん。その用心だ。ジャミトフ、貴様の戦い方は、スペースノイドの反感を招く。 それが第二第三のザビ家を生むのだ。なぜそれがわからんのだならば、いっそのことスペースノイド全てを根絶やしにしてしまえばいい。貴様、正気かそのようなことは断じて許さんぞ貴様の許しなど必要ない。邪魔をするなら、いずれ葬り去ってくれるわ。 スペースノイドごときが生きがりよって、貴様の野望など打ち砕いてくれるわ。ふふふふふ、笑わせてくれる。貴様ごとき精進がこの私にかなうとでも思っているのか。私の邪魔をするなスペースノイドごとき、ひねりつぶしてやる信念を持たぬ愚か者め、祖国の名誉のために、この戦い決して負けられん ジャミトフ。我軍に反抗したところで、貴様に勝利する道などないのだぞ。何を言うか。貴様のような精進に、この私が倒せるとでも思っているのか。貴様のやり方はザビケと変わらん。まともな人間のやることではない。愚かなことを言う奴だ。誰かがやらねばならんのだ。地球圏が要求しているのだよ。 何かを感じる。そう。力のようなものアンディ、無理はするな。警戒を怠るなよ。了解無理なんかしません大丈夫ですガルシア、準備ができたら予定通り行動しろ。了解あとはバンダナを締め直すだけです。すぐに行動を開始します。 いかなる犠牲を払ってでも、現在の戦局を打開しなくてはならない。君は、そう思わないか優秀な兵士が育つには時間がかかります。犠牲を払ってでも、目的を達成するという考え方には、賛同できませんな。ふん。君は私が間違っていると言いたいようだな。 まあせいぜい、君の好きなようにやりたまえ。バーニー、準備はできたかはい、ほぼ終了しています。言葉が不明瞭だな。戦場でははっきりしない奴は死ぬぞ。はあ、わかりました。ミーシャ、またウォッカを飲んでいるな。 体を温めるのもいいが、ほどほどにしておけ。へへへへ、了解です。もう十分温まりました。作戦とはいえ、サイクロプス同士で戦わなきゃならんとはな。やめるんだ僕だよジョブジョンだよホワイトベースで一緒だったろまさか忘れちまったのかアイナアイナじゃないか よかった、本当に。シロ、また、一緒になれた。アイナ、死んじゃえば何でも叶うんだ。俺たちの手で、この戦いを終わらせよう。はい。エルドア、指示があるまで待機。戦闘が始まる前に、飯にしよう。静かに。聞いたことのある音だ。 飯は後回しだこちらからでは敵の動きがわからんお前の耳が頼りだよっしゃ任せとけこれだけは言っておく。絶対に死ぬな俺も戦死させることのないよう、一層努力するアマちゃんがよく言うよ。ま、とりあえず腕前を見せてもらおうか。貴様なのか お前のせいで、妹は苦しまなくてはならなかった。ふざけるな兄が妹を道具のように扱って、そんなことが許されると思うのかふん、<laughs> 何を言っているのだどうやら貴様とは、仲間として戦うことなどできないようだ。当たり前だろ俺だって、あんたを仲間だなんて思っちゃいない俺は、 死神なんです。俺のせいで、みんな死んでしまうんです。くだらん抽象なんて気にするな。俺は死なない。そして誰も戦死なんてさせない。もしかしてあんたは、ノリス、ノリス・パッカードじゃないのかなぜ私のことを知っているのだアイナから聞いたんだ。アイナ様から はっは、<laughs> このようなところで、アイナ様の思い人と出会うとはな。ん思い人よくわからないが、よろしく頼む。うん。アイナ様のためにも共に戦おう。ミケルついて来い俺とお前の二人で正面より攻撃を仕掛けるそんなの無茶苦茶だ 巻き添えはごめんですからね。一人でやってください。もしかして、乗っているのはアイナじゃないのか答えてくれ私は、あなたが知っているアイナではありません。ジオンのため、サハリンのため、あなたを倒さなければならないのです。俺は、アイナを苦しめるお前を殺したい何を言っている 妹は貴様のせいで苦しんでいるのだあの世へ送ってやるお見えろ救命機体の性能を活かせぬまま死んでゆけこの敵、今までの敵と違う守ったら負ける攻めろやめろやめるんだ味方同士で戦うなんて馬鹿げてる女おい生きているのか 私は、連邦軍に投降しません撃ちなさい勝負はついたもう憎しみ合うことはないはずだ今は、生き延びることだけを考えるんだわかりました。私、アイナ・サハリン。アイナ俺、シロアマダ。さよなら、シロ アイナ大丈夫かこんな無意味な戦いはもうやめるんだシロダメなのですサハリン家の私には戦いをやめることはできないのですアムロレイカその力、私のもとで使うつもりはないか決して悪いようにはしないつもりだ。な、なんだこいつはこのプレッシャーは尋常じゃない 子供のようだが、この力は、一体何だというのだお前こそ何だ俺に近づくなお前のその感じは危険だ私に従え、シロッコ。所詮貴様は歴史の立ち会人に過ぎん。自分でもわかっているはずだろ 私は戦後の地球を支配するのは女だと思っている。だが、それは君ではない。思い上がらないで欲しいな。なんだこんな力を持った敵がいたなんて凄まじいプレッシャーだ。これが、アムロレイの力かな、なんだこのプレッシャーはわかるまい 戦争を遊びにしているシロッコには、この俺の体を通して出る力が体を通して出る力そんなもので私を倒せるかこの感じ、ただの敵とは思えん。アムロでもない、違うタイプだこのプレッシャーは、シャーか 貴様のようなニュータイプの成り損ないは、粛清される運命なのだわかるかなんというプレッシャーだだが、その程度の力で、私を超えたなどと思い上がっては困るこれほどの男がいたとは。しかし、私に勝てると思うなん 不愉快だな、この感覚は。んあんた男の人のことで悩んでる層が出てるぞ。なぜ、わかるのですまさか、知っているのですねおいおいおい、勝手に盛り上がらないでくれよ。勘だよ、勘。適当に言っただけさ。でもよ、人生長いんだ。 気楽に行こうぜ。はい。ありがとうございます。よろしく、お嬢さん。セイラ・マスです。んあんた男の人のことで悩んでる層が出てるぞ。スレッガー、余計なお世話かもしれないが、未来はあなたのこと。いや、 彼女は自分の気持ちに振り回されてるだけだ。それに、俺にとって彼女は眩しすぎるんだ。世界が違うんだな。お嬢ちゃん、ここは危ないから、後ろでおとなしくしてるんだぞ。失礼ね。あたしだって戦いますようだはは <laughs> 俺もついてきたな。こんな綺麗なウェーブとご一緒できるなんて。 よろしく、未来です。んあんた男の人のことで悩んでる層が出てるぞ。なぜ、ニュータイプでもないあなたに私の気持ちがわかるのですははは。<laughs> あんたの顔見りゃ誰にでもわかる。それよりも悩みすぎるのは良くない。気楽に行こうぜ。<laughs> ありがとう。 何も聞かずに逃げてくれ。俺はあんたを傷つけたくないんだ。ごめんなさい、スレッガ。みんなが戦っているの。私だけ逃げ出すことなんてできません。参ったね。まさかあんたと戦うことになるなんてさ。だけどよ、悲しいけど、これ戦争なのよね。 君様か戦場は危険ですお下がりください私は昔のアルテイシアではないわ私だって、父さんの望みを叶えるために戦いたい分かってご立派になられましたな、アルテイシア様わかりました。共に戦いましょうええ、ありがとう。 あなたは、アルテイシア様か私をお忘れかジンバラルの息子、ダンバラルです。アルテイシアと知って、なぜ銃を向けるかはあ、しかし、まさか軍にお入りになっているとは。ダンバラル引きなさい何この感じは。 私に恨みがあるわけではないでしょう兄さんは鬼子です父さんの本当の望みを歪めて受け止めてもうやめてくださいアアルテシア強くなったな兄さんは鬼子です父さんの本当の望みを歪めて受け止めて もうやめてくださいあ、アルテシア、強くなったな。我が祖国が、この空に光をもたらすその日まで、気候の命、わしが預かった。その日まで、わたしの命、お預けいたします。 気候は、海兵隊のものだな。なんだい海兵隊にケチつける機会。気候らのサイドツーにおける所業許しがたいと思っていたが、祖国の勝利を思う気持ちに免じて、とがめようとは思わん。あんたらに私らの気持ちなど、分かってたまるかなぜとは聞かん。 気候のことだ。何か理由があってなことだろう。信じておるぞ、ガトー。ありがとうございます、カッカー。今、理由を話すことはできません。しかし、カッカーへの忠誠には、一片の曇りもありませんもう言うな、ガトー。わかっておる。行け。わしの屍を踏み越えて。 心差しを持たぬ者め。貴様のような輩が祖国の名誉を汚すのだ。あたしは今までこうして生きてきたんだ。ゆえあれば願えるのさ。同胞よ。理由は問わぬ。行けわしの屍を踏み越えて。許されよう。崇高なる目的のためとはいえ。 あなたと戦わねばならぬとは。ガルマ。俺はお前が、俺さえも使いこなしてくれる将軍になれると期待しているんだ。犬死にだけはするなよ。ノズル兄さんは心配性ですね。大丈夫ですよ。あまり心配しないでください。キシリアのやり方では、戦いに時間がかかりすぎる。俺のやり方でやるぞ ドズル兄さん、戦いは難しいのです。力押しだけで勝つことはできません。ガルマよなぜだなぜ俺に歯向かう俺はお前とは戦いたくないドズル兄さん、私だって兄さんと戦いたくありません戦いが終わったら理由をお話しします今だけは許してください ドズル兄さんと戦うことになるとは。しかし、手加減するわけには参りませんな。キシリアやめろ兄弟で戦うなんて俺にはできんしゃ貴様が、ジオンの子だったとはな。ひねりつぶしてくれるわ <laughs> 戦いが力押しだけではないことを、教えて差し上げましょう。 <laughs> <laughs> 見たかビグザムが量産の若がきには、連邦などあっという間に叩いてみせるわやめてください僕だってサイクロプスです忘れてしまったんですかガンダムだ白い悪魔だ逃げろ逃げる逃がすものかリドウウォルフだ 踊る黒い死神だ。逃げろおいおい逃げちまうのかよつまんねえな。アナベルガトウだ。ソロモンの悪夢だ。逃げろ少子敵を前にして逃げようとは貴様には無人の誇りはないのかシャアだ赤い水星だ逃げろ 逃げる敵を攻撃するのは章に合わんが、仕方があるまい。新松永だ白狼だ逃げろ退却だと賢明な判断だが、そう簡単に逃がすわけにはいかん。ジョニー・ライデンだシンクの稲妻だ逃げろ <laughs> 逃げるつもりかシンクの稲妻のスピード 見せてやろうランバラルだ青木巨星だ逃げろそう簡単に逃げられるほど、戦いは甘くはないのだよ黒井三連星黒井三連星だ逃げろなめるなよ俺手がマッシュ行くぞ気候が白っ子か 少しばかり見端が効くからと言って、あまり調子に乗るのではない調子になど乗った覚えはありませんが、バスク殿がそう感じたのならば、改めましょう。<laughs> こうなることは分かっていたわ。貴様ごとき、ひねりつぶしてやるやはり、ご自身の力量を理解していないようだ。 だからこそあなたには、利用する価値がないのですこう裏木ですまだまだひよっこですが、足手まといにならないよう頑張りますそんなに力まなくても大丈夫だ。お前をやらせません。そのために俺がいる。訓練通りにやればいいさ。おい、モンシまたウェーブを隠し撮りして追いかけ回されたんだってな神田そんなことをしたら、ただじゃおかんからな か、勘弁してくださいそんなことするわけないじゃないですかおい俺のことが分からないのかやめないのなら、こちらも容赦はせんぞアムロレイカ。私に従え。それほどの力、無駄にするのではない。勝手なことを言うな僕はあなたに協力するつもりはない 放っておいてくれまるで子供のようだが、こんな力を持った者がいたとはな。少年、私に従う気はないかそれほどの力無駄にするのではない。勝手に決めつけて何なんですこれだから大人って、とにかく俺は協力なんてしませんから嬉しいものだ。 シャアと共に戦えるとはな。戦いは君が思っているほど楽ではない。無茶はするなよ。心配しようとな、シャアは。大丈夫だ。無茶はしない。約束する。貴様がアムロレイか。私に従えば、倒さずに置いてやる。犬死にするのではない。なんだ この危険な感じは。んなんだ鳥肌が立っている。なんだというのだはまんかーんお前は戦いの意志を生む源だ生きてちゃいけない人なんだニュータイプかじゃあ、私と来てくれれば、戦うことなどなかったのだ やめろ私はただ、世界を誤った方向に持って行きたくないだけだニュータイプなら私に従えそうすれば犬死にしないで済むハモンさんか、参加。ほんと、好きだったよ、坊や。僕はダメな男だ。こんなんじゃ、アムロどころか、 セーラさんにもカイさんにもかなわないよ。何言ってるの、ハヤト。立派よ、あなただって。これからも、一緒に頑張りましょう。フラウ、君とは戦いたくないやめてくれ違うの、ハヤト動かし方がわからないの勝手に動いちゃうのよああなんでです仲間じゃないですか どうして戦わなければならないんですかこのグラブロに対してうかすに水中に入ったのがお前のミスだよ。な、なんだ、このザラッとした感覚は。この機体に乗ると、あたしは変わってしまう。別のあたしが入り込んでくる。あなたがブライトさんですね。俺はカミーユ。カミーユ美談です。 この少年、似ている。アムロ・レイに赤い水星のシャアまさかあなたとこうして話ができるとは、少し前までは考えられないことでした。木馬とは因縁があるようだ。こうして艦長の君と共に戦うことになるとはな。ブライトさん力を合わせて戦いましょう ん誰なんだ、君はジョブ・ジョンですよ。まさか、忘れたんですか大事な仲間を忘れるわけなかろう。戦いに集中していただけだ。すみません。セイラさん、サイドセブンに来る前はどこにいたんです答える必要はあるのかしら 別に。弱気は禁物でしょいやあ、未来。この前話していたフィアンセとは会えたのかフィアンセって言ったって、親同士の話し合いよ。それに、あの人は戦争を自分とは関係のないもののように思っている。そ、そうか。しかし、人の縁は大事にした方がいい。 本気で言っているの俺だって、生きている間ぐらい人並みに上手に生きてみたいと思うけれど、不器用だからな。ほんと。ブライト、調子はどうだ相変わらずさ、責任の重さにどうしたらいいか、わからなくなる時がある。お前は、 何でも一人で背負い込もうとするから心配なんだ。無理するんじゃないぞ。おい俺がわからないのかやめるんだ仲間同士で戦うなんて馬鹿げている戦いたいわけじゃないんだだけど、僕はあなたが俺を憎みたいのなら憎んだっていいだが、仲間同士で戦うなんて馬鹿げている水臭いぞ未来。 君が戦うわけを聞かせてくれ。協力したいんだ。ありがとう、ブライト。でも、協力してもらうわけにはいかないわ。あなたには、あなたの戦う理由がある。私の勝手で決められないわ。第一戦闘配置各員スタンバっておけ下げん弾幕薄いぞ砲撃中。何やってんの やめましょう私たちが戦うことなんてないのよヘンケン君、君はザビ家が始めたこの戦いをどう思っているんだねはい。この戦いはザビ家が始めたものです。しかし、連邦政府のスペースノイドに対する政策が、その引き金となったことは間違いありません。うん。 全ての原因は政府の腐敗にある。私はこの戦いが終わったら、それを正そうと思っているのだ。その時はヘンケン君、君にも協力してもらいたい。はい。あなたのような人に会えてよかった。共に戦いましょう。やめてくださいスペースノイドのために共に戦うと、誓ったじゃないですか すまない。今は戦うしかないのだ。だが、スペースノイドのために戦うという気持ちが変わったわけではない。昔の仲間とやりたくなんかねえけどよ。今は敵と味方なんだ。やるしかねえだろ。ご無沙汰してました、偏見官長。そういえば聞きましたよ。また振られたそうですね。ジャックだな。 余計なこと。おー、ジャックか。そろそろ実戦にはなれたかはい。なんとか頑張っています。そうか。まあ、そのうちなれるだろう。せめてスペースランチぐらいは護衛できるようになれよ。はい。スペースランチですかよくわかりませんが、頑張ります。まさか。 昔の仲間と戦うことになるとはな。お前らは、許してくれよ。マチルダ、戦いは危険だ。軍を抜けてくれないか。あなたの頼みでも、それはできません。私は、自分の仕事に誇りを持っています。分かってほしい。そうか。 すまなかった。無理なことを言ってしまって。だが、命だけは大切にしてくれ。ありがとう、ウッディ。マチルダ、なぜだなぜ俺たちが戦わなくてはならないんだあなたへの思いは変わってはいません。だけど、今は戦わなくてはならないのです。ごめんなさい、ウッディ。 残念ね。あなた方が敵だなんて。けれど、これは戦争です。私は任務を遂行します。やだー仲間とは戦いたくない助けて、ビービー様そこらでやめとけよ死んじまったら二度と飲めなくなっちまうんだぞ大丈夫だって。 俺にとっちゃウォッカガソリンみたいなもんさ。入ってねえと動けねえんだよ。は <laughs> はいお、はい、人材不足だな。こんな若造が入ってくるなんて。僕だって、サイクロプスの一員です。馬鹿にしないでください。くそ、酒でも飲まなきゃやってられねえ。サイクロプス同士で戦わなきゃなんねえなんてな。 何かしらこれ。私だって、あなたとは戦いたくないのよ。でも、仕方ないのよ。おいおい。こんなケツに卵の殻くっつけたようなお坊ちゃんがパイロットだなんて。僕だってパイロットです。お坊ちゃんじゃありません。まさか、仲間と戦うことになるなんてな。 だけどよ、やるしかねえんだろう、やるしかよよ、あんた、白老だろ噂は聞いてるぜ。お互い有名になるのも困りもんだな。ああ、君は確か赤い水星。ちょ、ちょっと待ってくれ。俺は、赤い水星じゃない。シンクの稲妻だ、知ってんだろ おお、これは失礼した。気候があの真紅の稲妻、シャア・アズナブルだったのか。もういい。ん何を怒っているのだ、シャア。真紅の稲妻、気候とは一度手合わせしたいと思っていた。全力でやらせてもらうぞ。望むところだ。 俺もあんたと戦いたいと思っていた。行くぜ何をためらっているのだねどんな手段を使ってでも我々は勝たねばならんのだよ。戦争とはいえルールがある。私はそう思っております。小島君、ジャブローのオフィスは快適だよ。 私はエアコンというのが苦手でしてんな。小島君、君には失望したよ。まさか、私に立てつくとはね。私は前からあなたの戦い方が気に食わなかったんです。遠慮なく攻撃させていただきますよ。なるほど。何かを感じる。 そう。力のようなものを。できることなら、この力を正しいことに使いたいと思っています。良い力をお持ちのようだ。共に人類全体のために戦いましょう。この感じ、シャリアブルですね。引いてください。あなたとは戦いたくありません。私も、 あなたとは戦いたくありません。しかし、仕方ないのです。おやめなさい。あなたには、私の声が聞こえるはずよ。指揮官らしく収まっているあなたより、戦いの中のあなたを見る方が好きだわ。私もそうだ。この方が似合っていると思う。敵と味方に分かれた今でも、 あなたを、お慕いしています。すまぬ。ハモ。まさか、私の部隊が敵になるとはな。ジムとは違うのだよジムとはザクとは違うのだよザクとはドムとは違うのだよドムとは グフとは違うのだよグフとはやめるんだ俺だ竜補正だ殴らなきゃ分からんのか父さんおお、アムロか。そうだ。この新型メカをモビルスーツに取り付けろ。戦闘力が数倍に跳ね上がる。すぐ取り付けて試すんだこんな古いものを。 父さん、酸素欠乏症にかかって。父さん、なぜ僕たちが戦わなくちゃならないんだなぜだってお前が私の作った部品を捨てたからに決まっているだろうが。あんな古い部品、使えるわけないじゃないか。な、何父親の研究を馬鹿にするとは。 今まで手を挙げたことはないが、もう容赦せんぞ私が作ったものだからな、ガンダムの癖を一番知っているんだなんて操縦の仕方だ誰がコクピットにいるそれではガンダムの性能を引き出せんぞうん。なんだろう風ではなさそうだが、今の王冠は何だ レビル将軍、過去のことは忘れ、共に戦いましょう。栄光ある勝利のために。うん。この戦いを少しでも早く終わらすためにな。ほう、レビルが味方とはな、心強い限りだ。うん。キシリアか。信用してよいのか 味方を疑うのか。信用されておらんようだな。まさかな。貴様と共に戦うことになるとは。だがそれは、この戦争が終わるまでだ。後のことは保証できんよ。ふふふ。無論だ。承知しておる。レビル。 かつての強敵が味方とは、これほど心強いことはないぞ。うん。猛将ドズルと一緒なら、こちらも心強い。過去のことは忘れ、共に戦おう。かつての上官が敵ですか。ま、お手柔らかに頼みますよ。戦う前から手加減を求めるとは、裏切り者らしい言い分だな。 エルラン。ガルマザービか。なぜ気づかんのだ所詮貴様がやっていることは、兄弟の真似に過ぎんのだぞ。兄や姉など関係ない。私は、私の意志で戦っている。言われのない侮辱はやめてもろう。レビルとはな、なぜ腐り切った地球連邦にこだわるのか。 軍人としての誇りだとでも言うのかくだらんな。確かに、今の連邦は腐敗している。だが、それでも独裁よりはマシだ。そう思っているからこそ、戦っておるのだ。ギレンか。貴様は、この戦いに勝って、何をなそうというのか。 地球連邦の絶対民主制が何を生んだ官僚の増大と資源を浪費するしか能のない大衆を生んだだけではないか人類は有料主たるジオン国国民の手によって管理されねばならんのだ。レービルか。以前から貴様のことは気に食わなかったが、まさか戦うことになるとはな。 ジャブローの穴倉に隠れていた君に、まともに戦うことができるのかな引いていただけませんかあなたと戦うことなど、私にはできません。私とて、君と戦うことは避けたかった。だが、これは戦いなのだよ。仕方ありません。 戦うしかないようですな。手強い敵が出てきたな。だが、ここで負けるわけにはいかない。レビルか。相手にとって不足はない。全力でやらせてもらうぞ。レビル、貴様には絶対に屈しない。何があってもな。メンツにこだわっていては、 勝てる戦いも勝てなくなるぞ。レィル、貴様の甘さがスペースノイドを増長させたのだ。その償いはしてもらうぞ。貴様がやろうとしていることはギレンと同じだ。なぜそれがわからんのだシロッコ、私を裏切るつもりか裏切る 私が貴様ごときに忠誠を誓っていたなどと思い上がってもらっては困るシャーカ貴様のようなニュータイプのなり損ないの力は借りん私の前から消えろならば貴様が消えればよかろう。